あつお、ちょうの、中地、最近見ないけど何しとるんや？来年残れそうなんか？引退セレモニー準備。合同引退式やね。盛大なセレモニーなんだ。ゴミに壊された中地かわいそうやわ。言うほど若手育ってないから安泰やぞ。秋広が外野と一塁守れるから絶妙に必要なくなった。サム打ってセカンド守って以降全く落とさたないな。ホームランアツオーはもう二度と見ることなさそう。てか今年引退するなら去年しとけ。長野は今年引退確定やそのためのトレードやからな。山川じゃなくて中地トレードだろってこの時は言われてたのに。松田ってソフトバンク、巨人とかエリートコースかよ。たまには弱小球団行けや。中地はワンチャンセーブが引き取らんか。2000本打つまで誰もやめないぞ。松田本マーホソフトバンク一筋で引退しときゃよかったのに。中地は来年セーブ行って再来年には引退かな。巨人控え見たけどまだお声一軍おったんやな。男気を見せながらゴミを処分して優勝を狙う広島賢いわ。ちょうのカープに戻ってこい。仲良しのマクブルームも2軍で待ってるで。空のおっさんコレクション本間邪魔や原と一緒に全員処分したい。ちょうの松田は間違いなく引退。中島は西武に無償トレードだろう。ご視聴ありがとうございました。